皆さんこんにちは、森田ドラムスクールの森田です。今日はゲストが来てくれてます。プロドラマーの木戸博さんです。いや本当にわざわざお越しくださってありがとうございます。木戸さんが来てくれてるっていうこと自体が僕は信じられてない状況なんですけど。いやとんでもないです。それこそ17、8ぐらいの時はもうすごい木戸さん大好きやったって。今はそんな好きじゃないです。いや今こう一緒に YouTube 撮れるなんてもう夢にも思ってなかったですね。はい、もうなぜねこうコラボすることになったかというと、まあ、唐突に僕が木戸さんにちょっと Twitter で絡んでしまいましてというか、木戸さんがこう京都でレッスンをされるということで、しかもこの本当にすぐ近くのスタジオでレッスンをされるということやったんで、まあ、なんかすぐ近くに木戸さんが来てくれるっていうことで唐突にこう絡んでしまったということだったんですけど、なんかそれに対してこう別のねそのどなたかがこうコラボしてほしいみたいな、こうでそのコラボしてほしいの返信に木戸さんがいいっすねっていうのをこう言ってくれて、そうマジっすかみたいな感じだったんですけど、僕のことは知ってくれてたんですか。知ってました、はい、何回か見たことあります。嬉しいっすね。でやっぱその僕も YouTube 始めて、はいはい、もうちょっとね増えるようになんかいろいろ登録者とか、いやーそんな それはやっぱもう森谷先生の力をいや借りるしかないなと思って。そんなカジサックみたいなことが僕にできるかなんとか頼みますか。はい、1000人までお願いします。もう皆さんチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、はい、そんなことで、まあ、僕がちょっといかにこう木戸さんを好きなのかをちょっと後でちょっと語らせていただくとして、木戸さんちょっとご紹介させていただくとですね、木戸さんは今スタジオミュージシャンとして、まあ、数々の、アーティストのサポートをされておりまして、つい 2,3 日前までもあれですよね、そのハイドさんのサポートで、うん、平安神宮でライブをされてたという。そうですね、だったんですけども、もともとそのユダのドラマーということで、ブランキージェットシティの、浅井健一さんがあのブランキー解散後にこうされてたバンドなんですけど、まあ、その、ユダに加入されたのがそのプロデビューの始まりということですよね。でそこからまあプロドラマーとして、まあ、フジファブリックのサポートされたりと なんかドリカムのサポートされたりとか、うん、こう数々のサポートされてて、今はどういったそのアーティストのこうサポートをされてるんですか。そうですね、今は、うん、木山黄色くん、はいはいはい、レコーディングとか、はい、リサのレコーディングとか、お岡崎大輔くん、はい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 、ライブね、うん、まあちょっと前ですけど、はいはいはい、はい、とか何してるかな。めっちゃいろいろされてますよね。でも、まあ、僕があのあれなんですよ、あの木戸さんのことを知ったのが、まあ、それこそ17、8年前で、あのユダのドラマをされてた時で、うん、当時その、まあ、ブランキーその解散された浅井健一さんが、まあ、ユダっていうバンドを作られて、一番最初って木戸さんじゃなくて、まあ、別のドラマーの方が元ルーツスターズの池畑さんがされてて、池畑さんがその脱退されてからものすごく若手のドラマーが入ったっていうニュースが、池畑さんがいて、はい、C の京一さんっていう、あ、そうか、アジコのドラマ、はい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 、その3代目で僕だったんですよ。あ、なるほどなるほど。当時21歳のそのドラマーが入ったっていうので、ものすごい衝撃ニュースがこう飛び込んできまして、その後にその、まあ、アルバムを出されて、ジバゴエレクトリックレインボーっていうアルバムがあるんですけど、めちゃめちゃ聴いてたんですよ僕。あ、すごい、はい、で僕当時そのバンドパンクバンドやってたんですけど、どうやったらこんなあの攻撃的な音を出せるんやろっていうので、本当にあの僕一回聴いてみてほしいんですけど、攻撃的というかすごい勢いがあって、でかつそのちゃんとそのテクニックというかそのフレーズもあのかっこよくて、どうやったらこんな表現ができるんやろっていうのをこの17、8ぐらいの時にずっと憧れてたっていうのがすごいらして、マジそうなんですよ。だからそんなね方と今YouTube 撮ってるっていうのはちょっと僕信じられてない状況なんですけど、まあそういうことの連続ですよね。僕もなんかこうね、はい、憧れてた人とか、まあ、あの好きだった人、うん、はい、とやっぱどんどん仕事してるから、はあ、あ、そうですよね。そうそう、なるほど。そうやってね、なんかあるんですよ、縁が。あー、なるほどね。今日はちょっとその木戸さんのことを掘り下げていきながらやっていきたいと思うんですが、トークのこう企画の趣旨としてなんですけど、僕ドラム講師としてこう活動させていただいてるんですが、うん、その例えば学校、大学とか高校卒業して、関西からこう東京に行って、まあ、上京してプロになりたいっていう生徒さんもいたりとかするんですね、うんうんうん、あの僕自身はその東京で そのプロのスタジオミュージシャンの仕事を経験したわけではないので、うん、なんかこうより良いアドバイスができなかったりするんですよ、その生徒さんたち、はいはい、だからまあこの、木戸さんのことを掘り下げながら、プロの世界ってこんなんなんやなみたいな、あのプロドラマーを目指す、まあ、生徒さんとか、まあ、これを見てる、プロドラマーを目指すこうドラマーの方へのなんかこうメッセージになれたらいいかなとちょっと思ってますので、なるほど、はい、本日は根掘り葉掘り
聞いていきたいと思います。いやもう、ね、少しでも役に立てば、はい、そんなことで本日はよろしくお願いします。ではちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですが、はい、木戸さんはいつからドラムをされてるんですか？ドラムセットはね16歳、はい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 、高校1年からで、はいはいはい、中学から吹奏楽部で小太鼓とか、ほうほうほう、マリンバとか、うんうんうん、ティンパニとかやってて、16歳で初めて21歳でプロデビューってめっちゃ早いないですか？そうなの5年ぐらいでっていうことですよね。そうなんですかね。そのプロを目指すって意識されたのっていつ頃なんですか？もうその初めて叩いた日で、16歳の時ですか？時に初めて叩いて、はい、意外と叩けたんですよ。おー、なるほど。結構、意外とっていうか結構叩けたんですよ。へぇ簡単にというか、トゥルースっていうの、ティスクエアの、はいはい、やってて、なんか簡単だなと思って、あ、これでプロになろうと思って。あ、その時に思ってたんですね、うん。それ以外でも楽器ってされてますよね。そのピアノとかをされてる。5歳の時にピアノ始めて、あ、なるほどなるほど。小学校でギターやって、うんうん、中学校でベースやって。いや、すごいっすね。その中でもやっぱこうドラムに惹かれたというか、ドラムでプロになりたいっていう思ったところなんですね。ドラムが一番なんかこう、うん、ビビッときた、これやっていう。あ、なるほどなるほど。そこからでは一度渡米されてるということなんですけど、うん、渡米されてたのはいつ頃なんですか？それはね、本当にユダのオーディションだったんですけど、はいはいはい、その本当に2、3ヶ月前。ほうほうほう。でもっそ、1ヶ月、2ヶ月、本当にすぐ。20歳の終わり。それってどれぐらいの期間？いや、でも1ヶ月だけですよ。あ、なるほどなるほど。たった1ヶ月。へぇー。その間ってどういうことをされてたんですか？ボストンに、バークリー、はいはいはい、バークリーに先輩がいたんで、はいはいはい、その人の家に住ませてもらって、セッションできるバーがあったんですよ。そこに通ってましたね。月曜日がファンク、はい、火曜日がジャズ、水曜日がロック、ブルース、派遣、はいはい、みたいな、曜日でね、ジャンルが分かれてて、はいはいはい、そこにもう通い詰めた。へぇー。で、まあ、いろんなライブを見に行ったり、そこで紹介してもらった、ケント・デナドっていうドラマ、マイルス・デイビスとか、はい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 、ジェームス・ブラウンのドラマ。へぇのね、ケントを紹介してもらって、ケントとドラムセットに入れられて、すごいですね。そう、2時間ぐらいセッションして、すごい、もうそこで得たものが大きい。なるほど。あ、それがその20歳ぐらいの時というか、渡米されて帰ってきてすぐにこうユダのオーディションがあったということなんですね。ユダのオーディションって何名かドラマがいたっていうことですか？そう、10人ぐらいかな、いたらしいですね。ほう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 。その中には本当プロのドラマが、ってほとんどがプロのドラマ。いや、そうですよね。僕だけがアマチュアだったらしい。そんで最後にやったのが僕で、はいはい、で、浅井さんが、はい、まあ、お前で行くわ、みたいな。あ、もうその場にいるんですよね、浅井健一さんが。そうそうそう。で、10人が、こう、順番に。いやいや、なんかね、それぞれ時間が違ってたんだけど、はいはいはい、まあ、スタジオ入って、はいはいはい、もうとにかく浅井さんについていく、セッション。へぇー、怖っ。浅井さんともう一人、はいはいはい、ベースの健一さんがいて、はいはいはい、もう3人でひたすらもう曲作っていくみたいな。はいはいはい。あと課題曲が一応2曲だったのかな。あ、そのなるほど。ユダの曲。お前、俺とスピード感が同じだで、お前で行くわって。あ、もうその場で決まったっていうことなんですね。そう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 。なるほどなるほど。あ、それがこうユダの加入の経緯だったわけですね。うん、めちゃめちゃ偏見なんですけど、うん、その浅井健一さんのファンの方って、うん、こう結構こう濃そうじゃないですか。うん、この、うん、なんていうの、こう浅井健さんのファンの方からの、うん、そのお声とかってあったんですか？その、いや、やっぱりその時は、うん、なんだろう、賛否両論っていうか、はいはい、本当になんか若いの入って、はいはいはい、いいねっていう人もいたし、やっぱあんなガキには務まらんみたいな、はあはあはあ、大先輩に比べたら、そういう声もやっぱあったんですね。とにかく音が軽いって言われてたね。そうなんですね。なんか全く思わなかったっすけどね。まあでもなんか2チャンネルとか見るとね。当時は特に 2チャンネルが全盛期の時で大変だった。見なきゃいいんだけど、見なきゃいいんだけど、なんかちょ気になるじゃん。はいはいはい。だから見るとボロッカス叩かれてて。ああ、そうなんですね。くっそーと思いながら。はいはいはい、はい。でも目の前にいる人はやっぱさ、うん、みんな褒めてくれてたし。あ、なるほどなるほど。なんか浅井さんもそんな気にすんなみたいな。あ、言ってくれてたわけなんですね。みんなみたいな。まあそれそうですね。入ってやってみるわけじゃない。でも一番言ったら多感な時期というか、まあ、21、2ぐらいの時なんで、相当きつかったんじゃないですか、やっぱでもその声を見るっていうのは。
そうっすね、やっぱいちいち傷ついたりしてたかな、はあ、当時ってやっぱ尖ってたんですか？めちゃくちゃマジで本当にもう、ね、尖りまくってた。ツンツンやったんですか？ツンツンやった。じゃあなんかそれこそジバゴとエレクトリックレインボーの音源ものドラムもそうやし、なんかその舐めんなよみたいなドラムがやっぱすごいこう伝わってくるっていうのもあるし、そのアーシャーが僕すごい怖かったのを覚えて、ドラムセットに座ってそのアフロの部屋でガラシャツ着てすごいこう睨みつけてるアーシャーやって、それがすごい怖かったのを覚えてます。よく言われるそれだからイベンターの人とかさ、はいはいはい、どんな怖いやつ来んねやって俺は今こんにちはとか言うと、はい、みたいな、あなたですかみたいな、はい、だから僕その時のイメージのまま今日お会いしているので、はい、ものすごい緊張してますね。そっか、いやいやあれは尖ってたけど、はい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 、全然怖くはなかったと思うよ別に。ああそうです、わかんないプレッシャー的なものってやっぱあったんですか？それを感じることもできないぐらいバカだったから。あーなるほど。なんて言うんだろう、もうなんか絶対的な自信っていうか。あ、なるほどね。 そっちの方というか、もうめちゃくちゃオラついてたと思う。なるほどなるほど。プレッシャーに押しつぶされないように尖ってたわけじゃなくて、うん、もう溢れてる自信があったみたいな。なんかもう自分は最高だみたいな、はあ、もう誰にも負けないぐらいの、けどもう本当に世の中を見下してた。へぇなるほどなるほど。最低なぜマジで。え、それが変わったのっていつ頃ですか？あ、そんなこと言っちゃっていいんですか？だいぶ飛ぶよだいぶ飛ぶ。だいぶ飛ぶけど。だいぶ飛ぶんですか？やっぱ調子乗りまくってたから、結局ね、全く感謝するって気持ちはなかったんですよ。はい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 、人に。なるほどなるほど。マジで、はあはあ、びっくりするぐらいなくて、はあはあ、それで仕事がなくなっていく時期もあるわけですよ。はい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 。その時に、うん、あ、こんなにありがたかったんだなっていうのを知ってからかな、だいぶ変わりましたね。あ、うん、なるほどなるほど。その仕事を失っていきそうな時の危機にした時に、なんか改めてこう自分を見つめ直したっていうか、そういうことがあったんですね。それでもずっと逆に続いてたら危なかったんですかね？いやもう完全に消えてますね。なるほどなるほど。もう本当この世からいないと思います。あ、なるほど。あ、でもそうやったんですね、うん、あ、だから攻撃的なドラムとかは割とどっちかというとこう自信の現れというかっていう感じやったんですか？まあでも本当無我夢中すぎて、なんだろう、何考えてたんですかね、あの時ね。当時は僕そのドラムの音が出したいとずっと思ってたんで、うん、まあ僕もそのパンクをやってたので、なんかこう先輩がすごいこう怖い先輩が多くて、で年上の先輩が多かったんで、ステージにいる時だけは舐められたくないなっていうのでずっとやってて、でもなんかまあがむしゃらにやることしかできなかったんで、だから全然テクニックもないし、なんか大きな音を頑張って出すことしかできなかったぐらいの感じだったんで、だからすごい憧れてましたね。プロデューサー、ディレクター、アレンジャー、はい、ここから仕事だったの。あ、なるほどなるほど。いつも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 に、まあ、レコーディング、一曲、の、曲で、が、自分の仕事だったのに、はいはいはい。でも、この間のスタイルさんのライブとかは、うん、結構、プロデューサー。あ、そうなんですね。マジでお前なんて大したことないから、ほんま調子乗んなと。